日本山梨県甲州市勝沼町とどろき勝沼町とどろきは山梨県甲州市の地名。郵便番号は4 0 9一3 1 5本校ではかつて同区域に所在した東山梨郡とどろき村、勝沼町大わとどろきについても述べる。甲府盆地東部、氷川と拓坂川との間に位置する。甲州市西部にあたり、ほぼ全域が戦場地にあって、 水はけがよく果樹栽培に適する。北西で、勝沼町メンズが北で、勝沼町急速、北東で、勝沼町を去で東で、勝沼町勝沼、南で勝沼町下岩崎、南西で、笛吹市,市一宮町北野路、西で、山梨市上栗原と接する。それまでも、米麦を中心とした農業と養蚕が行われてきた農業地帯だったが、 昭和30年代より武道を中心としたビニールハウスでの果樹栽培に転換した。市役所の行政区域としては、勝沼パックから勝沼十二区にあたる。かつては通り木、後期、とどろきとも表記された。縄文時代、奈良時代、平安時代の遺跡として、西林遺跡が奈良時代、平安時代の遺跡として、伏線寺遺跡、美濃和遺跡、小町遺跡が残り、 古くから人の活動があったことが伺える。和名類受賞の駒軍登録後に否定され、後に地理的条件から山梨郡に属するようになったという説がある。江戸時代には山梨郡栗原筋に属し、はじめ幕府直轄領だったが、後に甲府藩領となり、教皇9年から再び幕領となった。甲州街道勝沼塾に接する。 街道に面した外村であったためスケゴの、他カツヌマ塾の町並み掃除役が課せられた。主な生業は米、麦栽培のほか、クワ、茶、木綿、タバコなどの商品作物も生産し、養蚕も行われきぬいとも生産した。村高は、海の国四軍古高町によれば470国余り、海国蔵郡村高町では890国余り、 急行給料取調べ庁では892国余りとされる。2016年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。地内に鉄道は通っていない。最寄り駅は JR 東日本中央本線勝沼、武道号駅になる。ありがとうございます。